もうこれ行ってるうちにどん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 これ進んでくるね。だってここもそうだね先生。はい、あ、これ元々やってあんだこれ先生。これでも1回目の塗装ね、これ多分あれですね、2回目ですね。こう撤去する時も、あ、2回目か。あ、1回やってんだ。目地まで増し打ちしちゃった。そう、はい、白があってその上に茶色があったりとかあったんで。あ、本当だ、これ色が全然違うじゃん。はい、あ、ということはよくシーリングの増し打ちっていうのがあるんですけど、はい、撤去しますって言って、うん、表面だけ取って、うん、増し打ちしてる。あの材料見たら分かる。そうなんだ、うん、ちょっと後で下で見ようか。じゃあちょっと斉藤さん、これ一気にジャンプでちょっと飛び降りようか。いいよ。せーの、はい、さっきのこれですね。シールのいいですか。壁についてた方どっちなんだろう。壁についてたのこっち、こっちじゃないですか。あ、こっちが三面接着の奥だね。はい、これ奥ですね。でこれはやっぱりくっついてないもんで、これは元のシールだもんで、新築の時だもんで、三面接着くっついてないじゃん。ここがさっきの壁だとすると、壁こういう風について両サイドがこういう風に見ようか。でこっちとこっちが壁だよね。はい、バーンと、はい、でこれ両サイドこれくっついとるんだけど、はい、断面にすると、はいはいはい、もうこのサンドイッチでこれが新しい方でしょ、はいはいはい、でこれもうほら表面しか止めてないじゃん、はい、でこれほら本当だ、まあ、全部本当はだから全部こう剥がさないといけないですよね。剥がさないといけない、この奥まで。そうそう、これも全部ほら全部色が違う。本当だでしょ、これほらもう完全に増し打ちしてるじゃん。本当だ、これ全然だってこういうことがあると一番最初だって、これが奥でしょ多分、うん、これが奥ってことはもうほぼ撤去してないよこれ、うん、あ、大丈夫よこれ。じゃあちょっとだけ取ったならまだわかる、うん、だけどこれもう取ってない、ね、ほぼほぼ取ったんですね、うん、で取るのもさ、うん、奥だもんね、このカッターがあるんでさ、うんうん、これ壁があるとしたらこういう風に取れんじゃん、うんうん、こんなこの鍵が上でガーッと取れんじゃん、うんうん、なんか熊手みたいな、うんうん、そうなるとカッターこれ斜めに入れるんだね。そうです、材料もケチれるし、で大して変わらんしようと思うけど、材料とあと打つスピード全然違うじゃん、うん、もうだってこれジュ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 って何回もやらなかったのか、半分しか入れないんだったらジュンジュンジュンで3回でいけると、はいはい、6回やらなあかんのと全然違うもんね。材料入れる作業がすごい大変だから、はい、これに結局プロのやつっていうのはこれに入れるもんで、うんうん、あの売っとるホームセンターのあれ500ぐらいの、これは半分ぐらいなんだわ。こんだけ大きさ違うの、え、全然違うじゃないですか。そうそう、だってこれはだって補修用とかで使ってるもんで、うちは、うんうん、いやこれだともうあの攪拌機っていうので混ぜてこれで作るもんね、これで、うん、これで作るやつだもんね、2液だもんね、もう今日で全部ダメなんだ、うん、これってずっと保存効くでしょ、うんうん、でもこれ開けたらその日で使うんだね、うん、まあ、でもテープ止めときは2、3日持つけど、はい、っていうことはこれでなんか、だって金額的にはこっちの方が高いんだよ、うん、高いっていうのは 量が少ないのに、うん、このこれ紙とかこういうケース、うん、このケースで金かかるから、うん、で打つのも大変だよな、そうですね。でこれだとジュバーチュバーチュバーで、その代わりここに詰めたりする作業があるもんで、うん、材料半分するだけでスピードも全然違うもんね、打つスピードがね、はい、まあ、こんな感じですよ、撤去これも全部そうだね、これ。いやすごいっすね、うん、これこんだけ全部、これ全部取っとんだね、これ撤去ほぼ全部あり、うん、もう全部ありこんだけ取るんですよ。へえ、何百メーター、300メーター、400メーター、300メーター、300メーター、撤去自体は200メーターぐらい、撤去自体は全部で300150度、150ぐらい、はい、150メーターでこんだけ出るんですよね。でこれをそれだ、ね、どれだけかかりますかって、これ打つんだからね、またもちろん、うん、だからたまに塗装屋さんって結構適当な値段が出てるとか、うん、塗装の職人さんがやるってなるんですけど、もちろんシーリングの職人だもんね。そうですね、毎日これやってるもんね、はい、そうそう、で塗装職人がやるってこと自体おかしいんだもん。シーリングって一級の資格もあるぐらい。あ、へえ、そうなの、ね。そうそう、だって全然その、うん、塗装職人がやることじゃないの、本当はね。うん。まあそんな感じです。そういう。じゃあ今日はもうジャンプして僕たち行きますんで。行こうか。はい。事務所行きましょうか。行きますか。行きますか。せーの。